司法国立音訳版ですデイジーでお聞きになりたい方は国立中央図書館にお問い合わせください声の司法国立学び挑戦し続ける町共に歩み続ける町培い育み続ける町文教都市国立4月5日号第1118号平成28年2016年 特集号、高齢者向け給付金の申請について、編集発行、国立市役所健康福祉部、郵便番号186-8501、東京都国立市富士見台2-47-1、代表電話042-576-2111、ファクス042-576-0264、 告示、高齢者向け給付金の受給申請を開始します。あなたは給付金の対象者給付金対象者診断チャート。対象の方は、下記のように手続きをしてください。申請期間は4月11日月曜から8月12日金曜です。1ページ、高齢者向け給付金。 一人につき三万円。こんな時どうしたらいいの高齢者向け給付金 Q&A。次のことにご注意ください。詐欺に合わないために。二ページ。目次。終わり。高齢者向け給付金の受給申請を開始します。一億総活躍社会の実現に向け、 賃金引き上げの恩恵が及びにくい所得の少ない高齢者の方を支援するとともに高齢者世帯の所得全体の底上げを図るため暫定的臨時的な措置として高齢者向け給付金年金生活者等支援臨時福祉給付金を支給します申請期限は平成28年8月12日金曜当日消し有効です 申請方法に関する問い合わせ市役所給付金専用窓口電話505-9811受付時間は平日午前9時から午後5時制度に関する問い合わせは厚生労働省高齢者向け給付金専用ダイヤル0570-037192 平日午前9時から午後6時あなたは給付金の対象者給付金対象者診断チャート基準日は平成27年1月1日当チャートは一般的な場合の想定です厚生労働省の資料をもとに作成しましたスタートの質問から順にはい、いいえで答えていく形式です スタートの質問から読んでいきます。平成28年度中に65歳以上になりますか昭和27年4月1日以前の生まれですかいいえの方、対象ではありません。はいの方、平成27年度の住民税は課税されていますかはいの方、対象ではありません。いいえの方、 平成27年度の住民税が課税されている方に扶養されていますかはいの方、対象ではありません。いいえの方、生活保護を受けていますかはいの方、対象ではありません。いいえの方、平成27年1月1日基準日に国立市にお住まいでしたかはいの方、国立市で 高齢者向け給付金の支給対象者となる可能性があります。家いいの方、他の区市町村で高齢者向け給付金の支給対象者となる可能性があります。平成27年度臨時福祉給付金の対象者のうち、65歳以上の方が原則対象です。対象かどうかわからない場合など、ご不明な点は、市役所、または 厚生労働省までお問い合わせください対象の方は下記のように手続きをしてください申請期間は4月11日月曜から8月12日金曜です 1. 高齢者向け給付金の対象となる方には市の担当係から4月8日金曜より順次申請書の送付を開始します 2. 必要な事項を記載した申請書と次のあ、いの書類を揃えてください。あ、本人確認ができる書類を1点。住民基本台帳カード、運転免許証、旅券、健康保険証、後期高齢者医療被保険者証等の写し、など。い、指定口座が確認できる書類を1点。 通帳、金融機関名、口座番号、口座名義人、ふりがなの記載ページ、またはキャッシュカードの写し3、2の書類を郵送、または市役所東側、臨時給付金専用窓口へ直接お持ちください4、1ヶ月半程度の事務処理後、申請書に記載した指定口座に入金されます。 振込は5月下旬から開始予定です。会社向け給給付金支給対象平成28年度中に65歳以上になられる方昭和27年4月1日以前生まれの方のうち平成27年度分の住民税が課税されていない方が対象です。次の場合は対象外となります。 課税されている方に扶養されている場合、中です。控除対象配偶者、配偶者特別控除における配偶者、扶養親族、青色事業専従者及び白色事業専従者、中終わり、生活保護の受給者である場合、など、表があります。住民税が課税されない所得水準の目安、 非課税限度額給与所得者と公的年金等受給者の2つの場合が記されていますそれぞれ区分ごとの非課税限度額です非課税限度額は給与所得者は給与収入ベース公的年金等受給者は年金収入ベースですどちらも生活保護基準の一級地東京都23区等における非課税限度額です まず給与所得者の非課税限度額単身100万円、夫婦156万円、夫婦子1人205.7万円、夫婦子2人255.7万円、続いて、公的年金等受給者の非課税限度額、65歳以上単身者155万円、65歳未満単身者 百五万円、六十五歳以上夫婦二百十一万円、六十五歳未満夫婦百七十一点三万円。表終わり。高齢者向け給付金支給額は一人につき三万円です。この時どうしたらいいの？高齢者向け給付金 Q&A 9. 自分に住民税が課税されているかどうかどうすれば分かりますか A 次の場合には基本的に住民税が課税されていますご自身の給与支給明細書の住民税の項目に課税額が記載されている場合介護保険料決定通知書に記載されている保険料の段階が7段階以上となっている場合 ご自身の給与や年金の収入が先に読んだ表の非課税限度額以上の場合。9。基準日の翌日以降に引っ越しをした場合、給付金の受け取りはどうなりますか？a。高齢者向け給付金は基準日時点で住民票のある市区町村から給付金が支給されます。具体的な申請期間や手続きについては。 基準日時点でお住まいの市区町村にお問い合わせください。基準日は平成二十七年一月一日です。Q 基準日以降に亡くなった場合、給付金の対象になりますか。A 基準日から支給決定がされるまでの間に亡くなられた方は給付金の対象にはなりません。基準日は 平成27年1月1日です9。金融機関口座を持っていない場合はどうしたらよいですか ?A。振込による支給が困難な場合のみ窓口で受け取ることができますが、受け取りは口座振込の方よりも遅くなります。Q。外国人も給付金はもらえますか ?A。 国立市に住民登録をしている外国人の方も受給要件を満たせば給付金を受け取ることができます。自分で申請書に記載ができないまたは書類が用意できない場合はどうしたらよいですか A ご本人ができなくても同一世帯の方や法廷代理人が申請を行うことができます。詳しくは 市役所給付金専用窓口へお問いいい合わせくくだだささ次のことにご注意ください原則として申請期間外の申請や基準日時点で国立市に住民票がない方の申請は受け付けられませんのでご注意ください一定の住居を持たない方でいずれの市区町村にも住民票がない方については基準日以降であっても 国立市で住民票の手続きを行えば申請をすることができます。DV、ドメスティックバイオレンス、家庭内暴力の被害者で、他の市区町村から住民票を移さずに国立市にお住まいの方については、国立市で申請をすることができる場合がありますので、ご相談ください。国立市以外が申請先となる方は、事前にその市区町村に問い合わせをするか、 その市区町村のホームページなどで確認してください。詐欺に合わないために、高齢者向け給付金に関する振込詐欺や個人情報の査種にご注意ください。ご自宅や職場などに国立市や厚生労働省の職員などを語った電話がかかってきたり、郵便が届いたらすぐに下記へ連絡してください。 国立市消費生活相談コーナー電話576-3201立川警察署電話527-0110警察相談専用電話局番なしのシャープ9 1 1 0以上で司法国立特集号を終わります制作完了。 2016年4月デイジー音訳編集佐伯夫妻音訳構成デイジー構成藤谷京子制作は国立中央図書館でした。